どうも大地です。はい、ということで今回もヒューマンビートボックス講座ビートボクサーへの道始めていきます。今回お教えする音はシンギングビート。 Baby I love you I love you I love you なんとも Only fun Only fun 感じた Every day。はい、ということで、今回は歌いながらビートを同時に奏でるというのを教えしていきたいと思います。で、まあ教えると言ってもね、あらかじめ言っておくと、このシンギングビートは力技なんです。なのでね、実はこのシンギングビートはごまかしごまかし、なんとか歌とビートをそれっぽく聞かせるというやり方です。まあでももちろんね、その中でもこうした方がよりそれっぽく聞こえるとか、こうした方がやりやすいっていうやり方があったりするので、今回この動画でそれを細かくお教えしていきたいなと思います。はい、それではまずコツというかね、なんでしょう、ごまかし一つ目あ行、は行、ぱ行、ば行が多い曲を選ぶ。やゆよもありかな、や行、や行もありだ、や行もありですね。まあ、これね、どういうことかというと、基本ビートって、唇を使っているんですよね。唇を思いっきり使ってるんですけども、この時にば行とかぱ行だと同時にできるんですよね。例えばさっきやったベイビー、このベイビーのベがば行じゃないですか。だから唇のこのキックと合うんですよ。ベイビー、この時にベイビーって普通に歌ってもね、シンギングビートにならないので、ちゃんとねベイビー、このキックを頭にベベ、入れることによって、ビートと歌同時にやってるように聞かせることができます。じゃあ、あ行とかや行って何っていうと、ベイビー I love you、 この I love you、 今これ you you なんでや行ですよね。あ行とかや行っていうのは、この唇の音を邪魔しないんですよ。なんて言えばいいのかな、逆にね、このか行とかた行とかやりづらいやつで説明すると、例えばガッツだぜって曲とかで、ビートを一緒にやろうとするとバッツだぜ、意味わかんないことになるんですよね。このがっていう言葉とこのキックの音っていうのが相性がね悪かったりするんですよ。それに比べて、あ行とかや行っていうのは、ビートを混ぜても、バッティングしないというか、邪魔をしないんですよね。Baby, I love you, you. まあ、これ単発で聞いたら変な音なんですけど、この流れで、Baby, I love you っていくと、ちゃんと you に聞こえるんですよ。で、もう一回ね、さっきのおさらいすると、あ行を、そして、は行、ば行、ぱ行、そして、や行も、まあ、ビートと相性は悪くないです。まあ、あと、作業なんかも、まあ、ちょっと言いづらいけど、まだマシかなって感じですね。家業とか、打業とか、そのあたりに比べると。逆にやりづらいのが、家業を、そして、他業、な業、ま行を、そして、ら行。このあたりは、ちょっと工夫してやらないといけなくなってきます。じゃあ、はい、どういう工夫をすればいいのかということで、まあ、ごまかし、二つ目は、ビートをずらす。まずね、じゃあ踊るポンポコリンを普通にやってみると、ピーピャラピーピャラパッパパラパーピーピャラピーピャラオポルポンポコピン途中までね、まあ悪くないなって思うんですけど、踊るポンポコピン、これはちょっとダメじゃないですかオポルポンポコピン、これダメじゃないですか、やっぱり。これをね、まあ、どうやって解消するか、他にこう、どう、なんだろう、なんか逃げる手段を見つけるかっていうのが、まあ、ちょっとビートボクサー、それぞれセンスが問われてくるとこなんですが、まあ、今回はね、シンギングビートなので、じゃあ、なるべくね、歌とビート同時にやって、行きたいということで、ビートのね、こう、リズムを変えます。さっきは四つ打ちで、ピーピャラ、ピーピャラってやってたんですけど、まあ、これもいいんですけど、ピーヒャラピーヒャラパッパッパラパ、ちょっとはビートをねこのリズムに変えて、ピーヒャラピーヒャラパッパッパラパピーヒャラピーヒャラ踊るポンポコリン、お、ちょっと今いけたんじゃないですか、踊るポンポコリン、ほらこんな感じでね、なんと踊るポンポコリンがちゃんと言えるようになります。
リズムを変えることによってね、ちょっと発音しにくいこのラ行とかの音でも、ちゃんと歌いながらビートっていうので混ぜることができます。はい、ということで今回はシンギングビートの講座でした。また次の動画でお会いしましょう。 See you next! Beat!